本日は E217 系の廃車改装があるということで、中央東線の鳥沢、猿橋にかかる新桂川橋梁にやってきました。誰もが知ってる超有名撮影地ですが、実はまともに撮るのはこれが初めてという。国鉄型の211系もここではまだ一線で頑張っていますね。特急同士が橋梁上で離合します。 E353 系ばかりになってしまいましたが、特急が頻発する在来線はやはりいいですね。ダイヤ乱れの影響で随分ゆっくりと橋梁を通過してきました。ビデオ的にはもっと高速な方が絵になるのですが、迫力がなくて残念ですね。長大な橋梁を長大な12両編成の特急が通過。これも迫力があっていいですね。そして EH200 牽引の貨物列車もやってきました。貨物もかなりのスピードで飛ばしてて迫力ありますね。そして間髪入れずにまた特急が通過。こんな賑やかな在来線ももうほとんど残っていないのでテンション上がりますね。中央快速線から直通してきた E233 系もやってきました。山の中を貫くオレンジの帯がいいアクセントになりますね。そしていよいよ本番です。結構速いスピードでやってきました。パン棒とリモコンを握る手に力が入ります。バックには大きな雲が出ましたが、見事に晴れカットを収めることができました。いやーよかった。写真はこんな感じになりました。列車の前後にはだいぶ余白がありますが、鉄橋の雄大さを表現したくてこの構図にしましたが、いかがでしょうか。もう一台のカメラでは圧縮気味で撮ってみました。機関車に架線柱がかからない、いいタイミングでシャッターが切れました。この日は遅すぎということで、これ以上は撮らずに一箇所だけで撮影終了。貨物や特急もいっぱい来て、短い時間でしたが充実した撮影になりました。
この動画が悪くないと思ったら、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。